はい、ということでタズムゴルフです。イエーイ。改めて今日のゲストはマスオさんです。マスオでーす。イエーイみたいな効果音が鳴ってます、ね、やったー。ゴルフ経験は、ゴルフ経験は打ちっぱなしのみということで。いいですね。いや本当に今日ちょっと怖かったですもん、来るの。でもあの視聴者の方も、はい、元々こう YouTuber の人を好きな人ってゴルフをやっぱりやったことないとか、うん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 、そういう人が多いので、こう一緒になって上手くなっていくところをこう見てもらえるといいなっていう、そうですね、そういう動画になればいいと思ってますので、リアルな現実を皆さんにお見せできたらなと思います。素人がコース出たらこうなるんだという、あの強力な今回助っ人を呼んでおりまして、特別なキャディーさんをですね、はい、お呼びして、僕らのここら辺の視界からこっちすごいんですよね、インパクトが。じゃあ登場してもらいましょうか、はい、早速あのキャディーの中井さんです。よー、どうもおはようございます。今日はキャディーをさせていただきます中井と申します。よろしくお願いします。一昨日ぐらいまで、あの、はい、刀剣っていうですね、はい、ガチツアーのところに出てました。はい、対戦に出ておりました。振り幅すごすぎますね。ガチプロがまた今日この日のためにこう出てくる、こういう形でやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、クラブ持ってきてもらえる、はい、もちろんでございます。なんか申し訳ない気持ちになっちゃうな。とんでもございません。こちらよろしくお願いいたします。これどのぐらい刺すんですか。これぐらいです。あ、そのぐらい刺すんだ。はい、はい、でもボールを置いていただいて。あ、そっか、打ちっぱなしと違う、機械じゃない。ナイン。あー、ナイスショー。ショー大丈夫かな。ナイス。じゃあ、いいですか。はい、よろしくお願いいたします。前が来ましたので、どうぞお打ちください。マスオ、人生初ドライバーいきます。ナイス。オッケーオッケーオッケー。まっすぐでございます。まっすぐ、まっすぐでございます。ナイスです。ライナーみたいに飛んでったけど、フェアウェイキープです。フェアウェイキープ。ではクラブをお使いいたします。どうぞ。カートか。ティーを忘れずに。ああ、そっか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 。どうぞ。いや、もうナイスショットでございました。 ありがとうございます、はい、残りがですね158ヤードぐらいを。じゃあ今のと同じぐらいは行かなきゃダメってことですよね。そうですね。どれを一番練習なさってます。僕はドライバーと7番をとりあえず練習しとけばどうにかなるよって言われたんで、行ってみましょうか。え、じゃあ7番で。でも7番飛ばない気がする。これか、これこれ5番ウッドなんですけど、はい、やってみます。こっちの方がいい気がする。いい気がしますね、はい、はい、じゃあ、あー、右。 あ、大丈夫です。木に蹴って戻ってきました。木に当たっちゃった、はい、でもうまく当たったから俺嬉しいな。え、これなんかすごく良さげじゃないですか。そうですね。だって見えてるもん、すぐそこに。見えてますね。あそこに行けばいいんですよね。そうですね。だいたいもう肩から肩ぐらいの、そうです、こんな感じでポン、オッケーです。あ、でもあれだ、ボール低いから若干下目で取らないといけないな。そうですね、オッケーです。よし、じゃあ行きます、うん、あー、ちょっと下くぐりましたけど、いや、でもいや、難しい。確実に前進でございます。いや、ちょっと下目意識しすぎたら本当に下目いっちゃいましたね。 ありますね。で、ここはちょっとかなり傾斜が強い、はい、これをもう一度同じクラブで少し強さを加減してお打ちになるか、もう少しクラブ、ボールが上がるクラブ、サンドウェッジっていうものをお打ちになるかって感じなんですけど、とりあえずそれ一回これで行きましょう。それで行ってみます。はい、で、あのあたりにボールをふっとこうトスしていくようなイメージを持って行きます。うん、お、うまく打った。ナイスオン。あー、飛びすぎた。飛びすぎたけども、いや、でも素晴らしい。いやー、飛ぶな。飛ぶんです。なので今サンドウェッジ回りかな、そっかっていう。いや、でもほぼオンですよこれ。まあ、いわゆるボギーパットです。まあ、ちょっと外れていますが、はいはい、ポイントとしてみれば、少し最初だけちょっとこういうふうに傾斜が上ってるように感じるので、強くパチンと打ちがちなんですが、カップの手前2メーターあたりからスーッと向こうに下ってます。結構下ってますよね、結構下ってます。ですので、まあ、このあたりに
ポーンとトスしてくるような感覚ですね。わかりました、はい、本当に弱く近づけばいいんだからとりあえず。そうですそうです、もう本当にふわっと投げたり。ダフりましたちょっとダフっちゃった。ダフっちゃいましたね。いやいやダフっちゃった。でも人生でも初グリーンオンですからねこれ。はい、僕思うんですけど、この距離長いですよね、地味に。地味に長いです。だって次に入る気しないもん。いや大丈夫ですよ。今こうやってオーバーしてきたということは、カップからのこの道のりが分かるわけですよね。あー、ね、そっか、はい、そんなに大きくは切れてないですから、少しだけ右を狙って打っていきます。はい、と、あー、今度は今のよりもだいぶ軽めに。あー、はい、分かりました、はい、もう軽めにスパッとふわっと。入りました。プラス4。プラス4ですね。はい、やっちゃいました。まあでも幸先のいいスタートです。いきなり最初に12とか15とか打つ方は必ずいるので、もう一桁で上がれたというのは素晴らしいスタート。本当ですか。スクラムお預かりします。どうも、はい、左に少し向いちゃってるんですか。あ、はい、気をまっすぐ、はい、まずうまい、おうまい、きた、ハイブリッド、もしくはユーティリティと言われてるんで、はい、打ちすぎちゃった。ナイスパーゴー、きた、きた、まーす。基本的にちゃんと打ったら、そのクラブなりの飛ぶ距離がもう決まってるんですよね。もちろん。だからクラブ選んで基本的にいつも通り打てばいいってことですよね。そうです。そうすれば大きな怪我にはなりません。はい。その自分の中で最初に解決できることってあるじゃないですか。ああ。例えば向きのズレとか考え方とかクラブの選び方とか、だから動作でミスをした分はもう許してあげてしょうがないと。なのでジャッジですよね。をしっかりしてあげる。そういうことか。まあテストで点数悪いの取るのはしょうがないけど、テスト勉強はちゃんとしようねっていう、そういうことですね。ちょっと違うか。あ、今いい。うん、うん、今打てばよかった。その通り、宣言通り。これすっごい良くないですか。いや、いいとこ行きましたよ。 OK です。 OK ですね。ベストポジション。ベストポジション、うん、素晴らしい。でもやっぱいいフィーリングが出たらやっぱいい結果出ますね。そうですね、うん、ただ本当はもうちょっとあれ飛ぶ、はい、もうちょっと飛びます、ね、飛びます。あ、もし打ちっぱなしとかで、うん、もうちょっと本当は飛ぶはずなのになと思った時は はい、どういう練習したらいいんですか。まあ、その辺特にこうなんですけど、 腕のこういう上げ下げだけで打っちゃってたので、はい、そうです。なるべくやっぱ大きな筋肉を使ってあげたいんですよね。あー、でも軸ぶれないように全身使うっていう、うん、で軸って意外と動いてれば固定されるもんなので、別にそのじっとしてるとぶれないという考え方だとゴルフの場合は飛ばなくなっちゃう。ああ、そうなのか、はい、難しいな。パーパット。パーパット来ましたよ。おお、パー出したらすごいですね。だったらちょっとラインを読んでいきます。はい、もちろんです。左にグーっていくのかな。そうですね、この辺りで少しそのマウンドに逆なパックでが入りますから、まっすぐ抜けます。まっすぐぐらいの、はい、気持ちまっすぐ、うっすら左向いてください。はい、はい、じゃあここが見せどころですね、今日の。今日も集大成、まだ終わってないけど、いきます。いいんじゃないですか。そこから左。ああ、なるほど。強さは、強さはバッチリ。強さは良かった、うん、よし、ここ見せどころ。はい、 OK です。
まあでもね、そんな簡単にボギー取らせないよと。ここ集中して、ま、ここ綺麗に。よし、十分十分。ダブルボギー。惜しかったっすね。惜しい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。感想はどうですか？感想はですね、やっぱりこのお二人がいてくださるじゃないですか。なんかね、どん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 こう打つのがだんだんこう安定してきて、ゴルフの楽しさがどんどん分かってきたんで、これね、動画用とかいうそういうのじゃなく、本当にこう楽しく最後までゴルフができましたね。いい思い出の初ゴルフでした。よかった。じゃあキャディーの中井さんは、はい、今日はどうでしたか？午前中ちょっともたついたところもあった。でも後半その流れを一回パチッと断ち切っていい流れを作っていかれたっていうのはやっぱり見てて後ろすごいなと思って。いやいや、であとグリーン周りのタッチ初めての人とは思えなかったですね。おお、うん、最後のふわっと柔らかく打ってワンパットで沈めたあたりになって、もうこれはもう何年やってるんですか。応援いただいちゃった。またコンペもありますので、いや目標を決めてってね、はい、それに向かって、まあ、そうは言っても緩く楽しくやれればな。確かにそれに出れるようにまた練習しておきます。はい、はい、では松尾さんでした。ありがとうございました。おお、いい、はい、ほとんどの方が構えが自分が思っているところを立ててない、あの時にちょっとこういう軽く左腕をスッと回したような感覚。フォローだ。ナイス、完璧、完璧。